はい、コズのガンダムチャンネルへようこそ。今回はね、ガンダムチャンネルと名乗っているなので ガンダム紹介していきます。今回はね、フィギュアじゃないんですよね。実はこちら、はい、ということでね、いや全然入りやしない。でかすぎて入りやしない。ちょっとね、カメラを持って、撮影したいと思います。はい、じゃじゃんということでね、いやこれめっちゃかっこよくないですか。 PG のガンダムエクシアリペアです。はい、プレミアムバンダイ発売のね、リペアパーツを使って、再現したやつですね。はい、いや自分なりにね、塗装しまして、あとはウェザリングで汚しも入れてという感じでね、やってみました。で、艶消しのトップコートを拭いて完成という形でね、今日無事終わりました。ということでね、まあ点灯式も兼ねてね、ちょっとね見ていきましょうかね。まあ本当ね、ドシャウトの作ったね作品なんでね、まあ、そこら辺は本当勘弁してください。まあ本当ね、ただ単にね、しかもねスプレーつってもエアブラシじゃないですからね、普通の缶スプレーですから。はい、お顔もね、いやー凛々しい。あとねこの多分矢印出てますけど、上のね部分がね、ちょっとね、パーツがねどっか行っちゃったんですよ。まあそれも、あるんでね、完璧とまでは言えないんですけどね。はい、っていう感じでね、後ろもちょっと見てみますか。はい、裏に回りました。まあこういう感じですね。一応マントもね、ここら辺とかね、茶色く、レザリングかけてますね。はい、で、GN ドライブ、はい、まあ、こういう感じですね。部分とかは、墨入れとかしてます。はい、で、ここら辺のねダメージ部分はね念入りにちょっと黒い、ウェザリングをかけてます。こんな感じでね、あとここの口の部分とかね、ということでね、ちょっとじゃあね、早速点灯式を始めたいと思います。はい、はい、点灯式はね、ここのボタンがあります。はい、で、スイッチもありますんでね、まずスイッチをオン。はい、何もないですね。はい、ではね、ここの丸いボタンを押します。はい、いきます。めめめ、おいおい、もう一回いきます。あ、光りましたね。うん、はい、こういう感じで光ってますね。GN ドライブも光ってますね。で、もう一回ボタンを押すと、はい、こう色がね、徐々に変わっていくっていう。
ですね。CM ドライブはにドライブもちょっと変わってます、ね、ちょっと色が若干変わってますね、はい、で、もう一回押します。はい、トランザムモードですね。紫色トランザム、はい、トランザムモード、かっこいい。 GM ドライブはねちょっと黄色っぽくなってますね。はい、で、もう一回押します。はい、消えて、で、点灯。はい、これが一連の点灯ですね、はい、こうねリペアの場合ね、ここの顔のねダメージ部分がかっこいいですよね。物愛がねすごい赤く光ってるっていうのがねすっごいかっこいい。これ若干だからね、あの問題ここのねパーツがどこ行っちゃったのかな。ここのパーツがねあればね完璧だったんだけどな。いやーこれはほんとかっこいいな。はい、という感じでね、はい、今回、ガンダムエクシア、あ、あれ勝手に買ったの、ガンダムエクシア PG ですね、パーフェクトグレードガンダムエクシア、こちらも完成記念としてね点灯式をさせていただきました。いやーなんかね勝手にどんどん色が変わっていってますが、いやーいいね、いやー素晴らしい、うん、いやーいいね、こうやってなんかずっと見てられるな。はい、ということでね、今回はね以上で終わりたいと思います、またね、ガンプラと、消えました、はい、またつきました、はい、ガンプラとね、結構ね組み立てたり、まあ、完成してるのもあるんですけどね、まあ、ご希望があればね、そこら辺も紹介していこうかと思いますんでね、ぜひチャンネル登録、またはね見ていただいたらいいねボタンを押してください。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。